こんばんは、吉田拓郎です。金曜日のオールナイトニッポンゴールドは、週替わりのパーソナリティでお送りしています。今週は吉田拓郎です。2021年、が終わりまして、当たり前ですが2022年がやってまいりまして、まあ、お正月から我が家は、全然お雑煮とかなんとかそういうことはもうずっと昔からやってませんで、通常通り、パン食です。普通の日常と全く何も変化のない、元旦を迎えたんですが、僕のスマホに、だいたい元旦になるといろんなミュージシャンとか、お付き合いのある人からメッセージ、メールが届くんですが、うちは年賀状も10年ぐらい前から、全部廃止してまして、先方の方々にもお伝えして、年賀状のやり取りはもうやめましょうというふうにして、シンプルな生活にしているわけですが、まあ元旦になるとスマホの方にはいろんな方からメッセージメールが来るんですが、なんと今年の元旦一番初めに朝何時だ、7時か6時か何時か分かんない、早朝にメッセージを僕にくれたのは誰だと思います？想像ももう絶対にありえない人から来ました。本当にびっくりしました。こいつが今年の正月一番朝一でくれてメールくれてるのこいつなのかっていうのが堂本光一くんでした。びっくりした。だいたいね、まあ、例えば僕がメール出したりメッセージ送ったりしても、返事が来るのが、だいたいまあ、早くて3週間早くて3、まあ、だいたい1ヶ月ぐらい経ってから、遅くなってすいませんって、遅いよっていうぐらい返事が遅いんですが、1ヶ月ぐらい経ってからくれる人なんですよ、光一くんはね。それがね、今年は僕何も出してませんよ。彼らにね。何もメッセージ送ってないのに、朝一番、元旦一番、2022年、元旦一番に、メッセージくれたのは、堂本光一。で、考えてみたら、光一くんは元旦に、お生まれになってるんですよ。この人は、誕生日なんだね、元旦がね。だから本当に今言っちゃなんだけど、おめでたいって怒るだろうな。お前めでたいなって。まあ前から言ってたけどね。とにかく元旦に誕生日だから、なんかくれたんだな。それで、ちょうどなんつうんだろうな。その大晦日から元旦にかけて、近畿はあれでしょ？ライブやってたんね、ドームとかだよね。で、なんで、こう、いろいろあれこれ、光一くんも忙しくて、興奮が冷めやらないまんまで、夜も、まあ、多分ホテルだったんだと思うけど、まあ、寝るに寝れないし、朝方になってなんかやることないかなとかね、あんまりガンガンお酒飲むタイプでもないし、なんかやることないかなって考えた時に、暇つぶしに気がついたのが、おう、拓郎さんにメッセージでも送るかっていう気になった。これは、ひとえに自分が眠れなかったからっていう、なんか仕事で興奮してて、ね、興奮冷めやらずで、なんかすることなくて、そうか、拓郎さんにメッセージでも入れるか、正月だしっていうんで、くれたんじゃないかっていうふうに、思ってるんですよ。でね、まあ、でも、せっかくメッセージくれたし、それで、誕生日だっていうことだから僕もね、めったに僕も、電話しません。彼にも、つよし君にも、メールを、メッセージはやりますが、電話ほとんどしないんですけども、ちょっと、驚かそうかなと思って、おめでとう、ハッピーバースデーって言おうと思って、いくつになってもって歌おうと思って、スマホを持って電話したんです。光一の電話番号に。で、彼も電話番号とか書いてないからね、強氏は年中変えるんだけど、光一はずーっと長い間電話番号もメールアドも変わってないんだけど、いかにもこの二人ですけどもね。で、電話したんですが、やっぱり案の定出ませんでした。まあこれまでも電話なんかに出るような人ではありません、あの人は。はい。多分、スマホとか、
切ってあるんでしょうね、電源とかね。めったに見ないんでしょう。特に光一君はね、つやしもあんま見ないタイプのような気がするな。で、まあ、しょうがないから、いつもと同じように、メッセージを入れることになったんでね。だから、メッセージを送ろうということで、僕も。で、まあ、光一君おめでとうって言って、今年も頑張ってくださいって言って、で、まあ、時々あの頃の海外ロケの写真とかをね、こう見てると、まあ、ちょっとやっぱこの写真でこう気がつくんだけど、まあ、僕は剛君ともこうベタベタくっついてる写真は結構あるけど、あなたと光一君とはね、光一とはなんかね、いつもこうハグしたりとか、なんか君が僕の肩にこう、肩にこう、顔を乗っけてたりとか、ねえ、懐いてる感じとかの、そういうなんか、非常に俺たちの写真がほとんどスキンシップしてるっていうことに気がついて、なんだろうな、あれも家族みたいな気分でいたのかな、あの頃かっていう、メッセージを送ったんですけど、まあ、いつも一緒にいたいよなっていう、そういう家族の気分が生まれてたのかもしれないですけどね、あの頃ね。で、そしたら、そういうメッセージを光一に送ったら、光一君から、まあ珍しいですよ、これも。どうもと光一ってこういう男じゃありません、普段は。ところが、このメッセージを読んで光一がまたすぐ、メッセージを送り返し、よっぽど、退屈してたのかもしれない、元旦から。ね。それで、また返事くれたんだ。珍しいな、こうやってすぐやりとりをする、どうもと光一って、俺初めて見たよ。二十何年間やり取りしてるけど、だいたい三週間から一ヶ月かかるのに返事が。すぐこんなもう秒速で来たのは初めてですよ。で、返事が来てね、そういうことはない人なのに。で、その中にね、電話ありがとうございます。出られずにすいませんでした。出られずにすいませんでしたよね。出る気がないんだよ、お前。わかってんだ。出られずにすいませんじゃない。出ろよ。出る気ないんだろう、お前。それで、小市から、僕も43歳になりました。ね、43ですよ、近畿キッズがね。俺、17、18の頃から見てんだからさ、43歳なんだよ。いやー、ね、月日が流れたな。で、その、ラブラブの時の写真のことなんですけども、本当に僕も思うんですが、まあ、大体僕と拓郎さんよくくっついてますねって、あははって笑ってるんですけどもね、本当にね、家にある、僕の家にある写真もね、ほとんどくっついてるんで。それで、小市が次のようにメッセージを続けました。人生の大先輩である拓郎さんが、目線というのを僕たちなんかに合わせてくれていました。そんな素敵な大人に、自分もなりたいと、そう思わせてくれたのが吉田拓郎さんでしたって書いてあって、まあ正月から泣かせるなこの野郎というね。今年ラブラブの番組が実現することを心から願っておりますって書いてありました。そういうメッセージ来ました。でとにかくまあ、僕らはね、あの頃から本当最初の頃からお互いに刺激を受けながら、与えながらいい勉強をお互いにしてたっていう、そういうことなんだと思うんですけどもね。で僕は早速ね、お正月早々、フジテレビのプロデューサーに連絡を取りまして、まあ、光一や剛とも話してるし、篠原とも話してるんだけど、みんなやる気満々なんだけど、どうだろうね、2月頃には、例によって君とちょっと美味しい甘いケーキでも食べながら、このラブラブの特番っていうのについて打ち合わせしないですかっていうふうにプロデューサーに、送りましたら、彼が答えてきました。もう、拓郎さん、テレビ局サイドとは、このラブラブをもう一回やるっていうことは、テレビ局サイドにも伝えてありますんで、とにかく、2月頃、ぜひ、拓郎さんとミーティングやりましょうっていう返事が来ました。さあ、こうなりましたらね、今年43歳の近畿キッズ、そして、同じく43歳になった篠原智恵、ね、もしかしたら、その43歳の、篠原智恵の気持ちの悪いプリプリプリティ気持ちの悪いプリプリプリティって言ったってもう43のおばさんだよっていやーそれだけでも俺楽しみだな。おばさんがやるプリプリプリティくださいとか言うのが本当にやるかなあいつな、やれって言おうね。
そして、前にも番組でちょっと触れましたけども、客席がラブラブの客席がやっぱりそれなりに、ちょっとこう乾燥した年齢ね、前回の時もやや乾燥気味だったんだけど、今度はかなり乾燥乾燥した年齢のファンの皆さんでいっぱいになるだろうっていうのを想像するだけで楽しいなぁね、楽しい。僕もあのもうこの番組が実現しましたら、このこれを最後のテレビ出演にしようかなと思ってるんで、まあみんなと大いに楽しくやりたいと考えてるわけです。春を待つ心でね、なんとか明るい明日を描きながら、そういう感じでしょうかね。さあ今日も自由気ままにお送りします、吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド。そういえば思い出したんですけどもね、ハワイのロケ、あの番組でね、まあ、あと堂本兄弟という番組でもゲストで行きましたので、全部で、まあ、キンキーの連中とは3回ぐらいハワイは行ったのかな、またオーストラリアやらいろいろ行きましたけども、あのハワイロケは3回あったんですが、その確かラブラブの2回目だったと思うんですけどもね、ハワイロケのことを思い出してね、ある日そのワイキキでね、朝、僕とそれからフジテレビのプロデューサーの人と、それから堂本剛君と、でその時ゲストで来てた当時の TOKIO のね、永瀬智也君と、ご飯食べようって朝ねホテルのロビーで会っちゃって、4人で何食べたいとか話してるうちに、あの剛とから永瀬がね、あの和食がいいっすよねやっぱりとか言って言うんだな、若者なのに和食がで言うんでし、まあ、あの僕もそのプロデューサーも、ね、しょうがねえから、普通ならねちょっとおしゃれなレストラン行って朝ごはんワイキキ風で食べたいんだけどね、まあ、しょうがないんで、あのワイキのカラカウア通りっていうところにあるね、まあ日本人、客にはすごい超有名な大衆的なあの和食レストランのね、あのふるさとっていうのがあるんですよ、そこへ、まあ、そこがいいだろうって言って、適当だから行こうって言ってね、で剛と永瀬がこうメニューを見ながらね、あのどうする、朝だしな、何頼もうかとかってこう悩んだ挙句にね、あのあれなんですよ、朝のね9時半頃ですよ、まだ朝の9時半頃にハワイのワイキキですよ、場所は。そこでね、あの剛とこの永瀬が決めたメニューがね、すき焼きだったすき焼き朝ごはんにすき焼き、それもハワイのワイキキですき焼き注文するんだもん。これはもう僕もそのプロデューサーもね、参りましたね、朝からすき焼き目の前にしてね、ゲップが出ますよね本当にね。ところがね、これあの特に永瀬君はね、あのまああの体もがっしりしてるしね、でいかにもこう強靭な雰囲気があるじゃない、あの背も高いしね、あっという間にね、あの肉とか食べきっちゃったんだよ朝9時半頃からすき焼き で食べきっちゃって、それで朝のそれでも朝の10時頃になってんのかな、あのお店の人にね、すいません、おかわりください、おかわりって言って、お肉あのおかわりするんですよ。もう一回言いますよ、場所はハワイのワイキキですよ、朝の10時ですよ、お肉のおかわり、もうおいおい、ここはどこなんだよって、午前中だよ、しかも日本でだって午前中にすき焼きのおかわりするやついねえのに。まあ僕はもう前の晩から飲んで二日酔いなんでね、もっとすっきりしたもんオレンジジュースとかね、冷たい水でなんかこうそういうものが食べたかったのに、ゲップが出てきて目の前で見てるだけで、こいつらダメだっていうなんかね、あの感じの思い出がありますね。あの懐かしいですけどね、永瀬ともね仲良く遊んだな、いろいろ。それからあの剛とはね、あのそれでワイキキのね、あのバナナリパブリックとかね、すごいあのブランドがあるんですよ、バナリパってね、あのギャップの弟分なのかな、多分バナリパの方が僕は好きなんだけど、そういうところにね、剛ちょっとショッピング行かないとかって言って誘ったら、剛行きますってこう言って部屋から出てきてね、
で一緒に行ってあのベルト買ったりね、 T シャツ買ったりとか、なんかそれこそショルダーバッグ買ったりとか、あ2人でしてね、僕なんか旅行バッグのギャップのやつを買ったりとかして、すげえ今でも使ってるんだけど、でショッピング一緒に出かけたんですよ、強しとはね。でそういう時にね、あの高一はね、あのこれまた不思議なんだけど、そういう時に一緒に来ないね、 あいつはね。なんでここがね、僕からしてもね、近畿のファンからしてもこういうちょっと意外な一面っていうのは、どっちかというと外交的に見える高一ね、何でも行動的にこうやるような感じ のイメージがある高一が意外に部屋から出てこなくて、これであんま部屋になんかこう閉じこもっていそうな剛の方が引っ込みがちに見える、あ剛の方が行きますとか言って僕と気さくにショッピングに出かけてるんです。こういうところがね、この二人のね、あの面白いところっていうよりも一筋縄ではいかないね、こっちの思い通りにはあのいかないんですよ、この二人。ややこしいんです、はい、そこが僕的にはすごいヒットして、なんか面白く付き合えたんだけどね、こう単純明快じゃないわけ、ちょっと複雑なんです二人が。だこういうキンキキズの素顔っていうのもね、あの海外に行ってると海外だからこそね、なのかもしれないけど、いろいろ体験して面白かったなーですね。だからあのオーストラリア行った時ね、確かあれは、ゴールドコーストだったんでしょうかね、あシドニーだ、シドニー行ってね、でその最終日、ロケの最終日にね、明日あの飛行機が辛くなるの嫌だからつって、僕はあんまりたくさん飲まない今日はつって、早めにあの打ち上げ のパーティーの会場を立って、席を立って、僕はホテルに戻ったんですよ。で確かあの剛もね、まあ、彼もあんまりお酒飲んだりしないしないし、わーわーやらないから早めに切り上げたと思いますが、今度は高一はね、なんとね現地のね、通訳の人やらね、からゲストで一緒に行ってたあれマックスの子たちとかね、もうみんなでずっとお店で大騒ぎして、ね、結局ね朝ごろまでお店でみんなで騒いでたらしいんですよ。それで空港で僕は彼らと落ち合ったんだけど、た高一がね、いや拓郎さん、ゆうべ僕も久しぶりにちょっと飲んで騒いじゃいましたよとか言って、あそうだそうだ、これからジャニーさんに頼まれてワインをちょっと買いに行かなきゃとか言って、ショップの中にパッと走っていきましたけどね、その後はもう飛行機の中でバッタンキューでね、ほぼ日本までずっと寝てたと僕は思いますよ、あいつ成田まで、うん、ここでこういうところにまたね、今度は堂本光一ってやつのね、このちゃんとするとか、ちゃんとするでしょ、ちゃんとジャニーさんとの約束なんだと、お土産用のワインを買いに行ったりとか、そうかと思うとみんながもう明日飛行機早いから帰ろうよとか言っても朝まで騒いでたりとか、わかんないでしょ全然こういう若者だったんですよ。だから面白いんです、僕一緒にいてね、一筋縄じゃいかないっていうのが。さて、メールです。岩手県の大船渡市のサリーおばちゃん、明けましておめでとうございます。今年も楽しみに拝聴いたします。ところで取り急ぎご確認したくメールした次第ですが、春のアルバム完成後にコンサート決定と思ってよろしいでしょうか。何を言ってるんだろうサリーおばちゃん、何を言ってるの、誰がそんなこと。僕はツアーからはもう完全にリタイアっていうのを表明しましたし、2019年のツアーの途中ぐらいからね、もうこういう趣旨のことは言ってましたし、僕はやっぱり無観客でソーシャルディスタンスで、立つな、声を出すなっていういろんなこう、なんつうんだろうな、取り決めがあって、そういう環境では僕あんまり満足なステージとかライブが期待できない人間なんじゃないかっていう自分で思うんですね。で、僕自身のやっぱり年齢と声のことを考えるとね、僕は皆さん詳しくはご存知ないですが、僕はやっぱりシャウトっていうのを使うソウル系のシンガーだと自分では自負してますんでね、だからこうちっちゃい声でゴソゴソって歌うような歌詞じゃないんですよ。僕は感情が高まるとそこはシャウトしてしまうっていう。で、そうするとね、やっぱりその声の問題、喉の問題っていうのが出てきて、で満足なライブをやる自信っていうのはね、正直言ってだんだん薄くなってきてて、ごまかしたりしながらね、
やることはできる。それだったら俺いくつになっても90でも100でもやってみせるけど、そういうシンガーじゃないじゃないですか、僕はね。やっぱり全力投球で燃えなきゃ、1時間、2時間半のステージだったら2時間半燃え尽きないとやっぱりいいステージにならない。それがまあ、吉田拓郎ってやつの音楽人生だったと思うんですよ。だからそういう意味で言うと、まあ総合的に判断しても、僕がツアーからのリタイアするを決めたのは、吉田拓郎としては自然の流れなんじゃないかと思います。で、そういう判断もしました。で、今はね、もうこれでどうなんだよっていう、まあ本当に言うけど、今日はまた曲も書けるけど、魂が弾けそうなアルバムを作ってます。本当に弾けるような、入魂のアルバムになってます。もう、自分で、自画自賛します。ミュージシャンたちからも褒められてます。この完成目指して毎日、リモートを中心にしてレコーディングはしてるんですが、やっぱり、僕の本当の年齢を正直言うとね、明日のことなんかやっぱりどうなるかわからんじゃないかっていうのが本音なんですよ。だから若かった頃みたいにね、明日を考えないパワー、明日のことなんか考えないでいいんだよっていうのはもちろんあります。若い時はね、それでいいと思います。明日のことを考えているような青春を送っちゃむしろダメです。明日のことなんか考えない青春が楽しくて面白いんです。だからそういうのはその時にあったわけで、それは今はもう無理ですから、明日が来るかどうかが本当にわからんというのが今の現実なわけで、僕はきっぱりとステージからは降りて、で若い人たちのステージをいっぱい見させてもらったり応援させてもらったり、でいろんな新しい若い人たちが作る音楽もどんなの音楽を作るんかなというのを楽しみにしたい。まあそこが僕の本音という感じなんですよね。完成間近になっています。アルバムのタイトルをご覧になると、ああそういうことだったんだって納得していただけると思います。このタイトル、堂本光一が書いてくれるんですけども、実質でね、このタイトルこそが僕のまあ長かった音楽人生の真実という感じね。これをお見せして、皆さんとまあお別れする日が来るの、こういうのもね運命だし、仕方ないことは仕方ないんだよ。だそれは避けられないね。だそういう時が来るっていうのを、まあ、自然にゆっくり待つということなんじゃないでしょうか。千葉県の TY22 歳、拓郎さんはクリスマスの約束で、小田さんの歌う流星を聞かれましたか。僕は中学生の時にクリスマスの約束を見て拓郎さんを知りました。そこからファンになりました。中学校の校長先生にも拓郎さんが好きだと知られて、好きな歌を尋ねられて、校長先生に流星ですと答えました。今年クリスマスの約束の観覧が当たって、チケットが当たったんだね。で、会場に行って小田さんの歌う流星を聞きました。小田さんが今から流星をやると言った時には大興奮しました。小田さんのピアノでしっとりとしたアレンジは素敵で聴き入っていました。クリ役で拓郎さんのファンになり、好きな歌を今度は小田さんがカバーしてくれて会場で聴ける時が来るなんていうのは本当に感慨深かったです。演奏の後、小田さんが拓郎は別格なんだよって話していましたよって。あ、そうですか。テレビじゃそんなこと言ってなかったな。あいつそんなこと言わないからね。拓郎は別格なんだよって。あ、そう。会場で隣に座っていた若そうな若カップルが、拓郎さんにこんな歌があったなんて知らなかったね。小田さんの歌かと思った。と話しておりましたので、僕は心の中でずっと昔からあったし、拓郎さんの名曲だよい、覚えとけと突っ込んでおきました。愉快だね。クリアク録画で、僕見ました。起きてらんねえですよ、あの時間僕は。で、見ました。小田にもメッセージしましたし、彼からもすぐメッセージの返事来ました。流星を歌おうっていうふうに彼が決めた後で、まあ、このことは拓郎には伝えないでおこうっていうふうに決めていたらしいですよ。なぜかね。理由わかりませんけどもね、秘密にしとこうと思ったのかな。黙ってたってテレビでやるんだからね、いずれバレちゃうと思うんだけど、前もって言いたくないっていうのがあったのかな。なんかね、前もって言うとなんかこう、いろいろ言われそうっていう気がしたのかな。それとも、余計な感情とかに支配されたくないっていうことかもしれないね。あれは、あいつは小田はね、いろいろこう秘密主義みたいなところもあるからね。秘密ってほどでもないけど、
ちょっとここは言わないでねって俺もいろいろ言われてることいっぱいあるんだよ。あいつはね、口止めが多い、ね、言うなよっていうのが、口癖だな、あいつだな、言うなよ、拓郎って言うんですけどね。そういうのはちょっとはっきり言わないやつだからね。まあ、曲の歌詞とかね、流星の、から曲の流星のテンポ感とかね、で、流星をどういうキーで歌うかって、彼、キー高いからね、どのキーで歌うかなんかで結構ね、悩んだそうですよ、小田が。で、やるまで非常にこう悩んだ曲だったっていうふうにメッセージ書いてありました。あ、まあ、でも僕も見ましたけどね、あの流星は小田の流星だったね。あれは吉田拓郎がやってる流星とは違う流星だったと思うな。僕の流星はやっぱちょっと6色が強いっていう気が僕はしてるんだけどね、最後はシャウトするからね、やっぱり。小田は軽く流せるんだな、あそこが。そこはまた小田流で、よかったね。小田さんのね、小田さんの小田ファンがね、小田くんのファンが、これ拓郎さんの曲なのって、そう思ったのわかるような、ピアノのこう弾き語り風っていうのがね、僕のオリジナルとは全然違っててね、らしいなっていう感じ出てましたよね。ちょっと感動的なステージだったように僕も思いますね。新型の、またね、コロナがこう心配になってきてね、また増え始めたしね、感染する人もね、小田とのね、スイーツ会が早くやりたいんだけどさ、そろそろ、あ、そうだ、そろそろね、僕の新アルバムの、ラストアルバムの、どの曲を小田とハモるかとかね、決めなきゃいかんのけどね。まあ、それらも含めて、早く再会の日が楽しみではあるんですけどね。会いたいですね。さあ、今夜の一曲目。今の僕は、アルバムの完成と、ジャケット写真の撮影と、からドキュメントムービーの撮影と、からミュージックビデオの撮影と、とにかく、春を待ち遠しくて、強く強く、激しく待ち遠しくて、そういう気分というのが、僕の今の、春になったら、初夏になったらっていう気持ち、願いを込めて待ってるんですが、今日、そういう気分なので、この曲を選ぼうと思いました。1曲目は、2005年のツアーです。ビッググループ、ウィズ・セオとのライブです。春だったね。東京都、ワータム、35歳。拓郎さん、明けましておめでとうございます。新年に、なおさんのオールナイトニッポンを聞いて、拓郎さんが月に1回オールナイトニッポンゴールドをやっているということを知りました。おい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 。なおの放送を聞いて、そこから僕がレギュラー番組をやっているっていうこの番組のことを知ったということですね。はい。参った。参った。ここなんだよな、ここ。ね。俺たちおっさんおばさんは、だいたい得てしてね、自分中心に何でも考えがちな、なんだよな、おっさんおばさんね、俺も入ってるかな、入ってる。何でも自分中心に考えがちだからね、だから、なんだね、拓郎の番組で、何回も名前が出てくる、なおっていう人の名前が僕の番組で最近よく出てくるから、で、なおっていうのはどういう女優さんなんだろうなって言って、ネットとかでチェックしたりっていうのが、まあこのゴールドを、この放送を毎回聞こうとしている人たちのパターンでしょ？そう思いがちでしょ？ね、そういうもんだと思いがちでしょ？これが普通だと思いがちなんだけど、そうじゃないんだよ。ね、ここだよ、ここ。そうじゃなくて、なおちゃんの番組を初めて聞いた、このワータムみたいな、35歳か君みたいな人が、じゃあ、なおちゃんがあんなに熱く語ってる吉田拓郎の番組っていうのは、ちょっとどんなんだろう、聞いてみようかな、と思ったわけだよ。な？ここ微妙だけど、これが現在。これが今。これを時代って言うんだよ。ねえ。まあ、時っていうのが流れて、時代が変わって、新しい命が生まれてくるっていう、こういう現在っていう、リアルな現実ね。もう、今日、冒頭から話してる、20数年前に、番組で僕が勉強させられることになった、
わけですけどもね、あの時に明らかに、キンキキズという10代の若者、彼らみたいな世代がこれから の, あの世代時代っていうのを背負っていくっていうか引っ張っていくっていう、あのそういうことを僕なんかはそこに座らされて横にいさされて、やっと気づかされたわけです。やっと気づいてっていう歌があったな、俺確かな、気づかされたわけでしょ。それまで僕はね、何でもかんでもね、俺がって言いながら、俺がなんだよ、俺が中心にっていう感じで、俺がって言いながら生きてきてたんですよ、僕もね、50ぐらいね。そしたら、現実っていうのは実は、もうそういう時じゃなくて、そんなことばっかり言ってると、お前は完全に裸の王様になっちゃうぞっていうことを思い知らされることに僕はなったわけだ。ね。で、あれから25年経ったね。で、時代はもう、その間、ますますどんどん変化していって、さっきから言ってるキンキキッズでさえが40歳を過ぎたんですね。僕は76になるんです、もうすぐね。76ですよ。生きてるだけで幸せですっていう領域に僕は入ってるんじゃないかね、本当にね。本当に、命あるだけで俺幸せですよっていう世代なんじゃない、僕なんかね、普通なら。そして、このジジイの吉田拓郎に対して20代の若い女優が、あの曲が、拓郎さんのあの曲が好きなんですっていうふうに話しているんです。ね。そういう時が来てて。しかもこの彼女は、キンキキッズのブンブブンっていう、キンキキッズがやってる番組が縁結びっていうのは変、縁結びって変だけど、キンキキッズから、僕のとこメールが来て、こういう女優さんがゲストだったんだけど、拓郎さんのことマジでリスペクトでしたよって言ってね。で、番組一度見るといいですよ、拓郎さんって言って。それで教えられて、そっから今度は僕の方でも、あ、そうか、そういう人がいるんだったら、今度のラストアルバムのジャケット写真のイメージがあるっていうのを頼めないかな、なんていう企画がスタッフから出てきたりとか、ってな話になって、早速彼女の事務所とかご本人に連絡取ってみたら、ぜひやらせてくださいっていう話がトントン拍子に進んで、つまり、25年前と同じように僕は今またね、今度はもっと若い世代の人の力を借りてサポートを受けてアルバム制作ができてて、そのアルバム制作に僕は今一生懸命励んでるっていう今があるわけでしょ。簡単に言うと、その吉田拓郎がなおプッシュしているとかいうことじゃなくて、なおっていう人がのプッシュ、なおのプッシュで吉田拓郎が今またこうやって頑張ってるっていう、そういうエピソードなんだ。エピソードとしてはこういうものなんだね。いかがでしょう皆さん、これが時代は変わるっていうことなんね。僕がリスペクトするボブ・ディランが若い時に歌った、当時はもう世界中の老いも若きもが、そうだ、そうなんだよ、時代っていうのは変わってるんだっていうふうに世界中が大きくうなずいた、あの名曲、ボブ・ディランの The Time They Are Changing、 時代は変わる、 The Time They Are Changing、 時代は変わる。僕はもう人生の後半に二度までもずーっと年下の世代の人たちのサポートを受けながら、すっげー素敵な時間を過ごさせてもらってるわけです。もうラストアルバムは絶対に最高の曲、最高のドキュメントフィルム、最高のミュージックビデオ、そして最高のエッセイと最高のライナーノーツなんかを加えて完成させる覚悟です。もうやる気にならなきゃしょうがねえ。ね。そして時はこういう時になってるんだっていうことを自覚したいな。ね。いつまでも、いつまでもっていうのは良くない。北海道札幌市の海桜明っていうの？海桜、ごめんね、海桜明。ラストアルバムも楽しみにしてます。CD もアナログ版も両方買います。1日に奈緒さんがオールナイトニッポンのパーソナリティをしていて、拓郎さんの話をしていました。おじさんやおばさんだけでなく、あんな若くて素敵なファンがいるなんて拓郎さん幸せですね、っていうね。奈緒ちゃんのオールナイトニッポンは、非常に好評だったですね。僕もいろいろ噂聞きました。番組のプロデューサーからも、いろんな
いただき、あの、メッセージいただきましたけども、あ、なんか独特のね、あの人のね、あの、ナオっていう人の、こう、ほわー、ほわーっとした語り口調っていうね、あれなんか、彼女の、もう天性の声、ボイス、これいいんだろうな、ラジオに向いてるよね、なんか。こういう時代だから余計あの、ほんわか感っていうの、ほんわか感って言葉ないけど、ほんわかっとした感じが、こんな時代だから余計こう優しく、あの、みんなの心に伝わってくるっていうのがあったんじゃないの？もしかしたらこれあれだね。近いうちに彼女のレギュラー番組とか始まるかもね。まあ、そういう予感がしたね。確かにね。それは認めます。そういう放送でしたね。あの、なおちゃんのオールナイトニッポンはね。僕はあの中にメッセージを送りましたけども、その中でね、あの、もし、なおさんが、あの、ねえねえ、ギャラが安いわよと、ね。そうおっしゃるんでしたら、僕はすぐに銀行に走りますというふうにメッセージを送りましたけども、そこの部分で、彼女がこう笑い転げたんだよ、一瞬。あの人あんまりこう、なんつうんだろうな、大笑い、わーとか笑わない。ぐらいかな。俺、下手だけどね。その瞬間にね、ちょっとケタケタっとなったの。あの瞬間に俺は、あの、もうまだね、この人会ったことないから、詳しいこと知らないんだけど、あの瞬間に、なおちゃんっていう人のちょっと本質をね、僕は見たんだ。うん。あの瞬間のあの、ちょっと、ケタケタっとなった大笑いの感じ。ここはちょっとね、彼女のあんまり見せない素顔っていうのが、僕は見れたような気がして、ね、鋭いね、拓郎さんはね、あそこを見抜いたんだよ。うん。で、あとね、でもね、あの、このなおさんはね、見かけにはよらないんですけどね、本当にね、お酒が強いらしいですよ。お酒かなり強いらしいです。これ、噂でしか聞いてません。僕もね、若い頃だったらね、絶対に負けやしねえっていうぐらいね、朝まで、飲み比べたって負けやしないっていうぐらい飲んべえだったけどね、今はね、もう、あれですよ、ワイン、一杯ぐらいでね、もう勘弁してくださいって、そーっと逃げ出す感じですけどもね、もし、飲み会とかでね、もし、なおちゃんと一緒になったらね、僕、偶然顔を、出くわしたりしたら、飲み会なんかで、もう、あ、やべえ。あの子がいる。やべえ。俺、そーっと帰ろうっていう感じで、もう知らないうちに、そーっとその場を抜け出して、帰っちゃうっていうことになると思うんです。今だったらね。でそしたらね、多分ね、こういうふうに言いますよ。こらーこらっていう人じゃないかもしれないけど、こら、拓郎ちょっと、なおちゃんっていうより、これ誰だろう、こら、拓郎っていう女昔いたな。安井和美っていう作詞家だな、ズズ。拓郎あと、かがまりこ。かがまりこ。こら、拓郎よく言ってたな、俺のことを。呼び捨て、拓郎。で、なおちゃんもね、少しアルコールが入ってるっていうところでね、これ、空想の話ですよ。こら、拓郎逃げんのか、お前逃げんのか、情けねえやつだな。で、まあ、そういう雰囲気で、僕は怖いですからね。今僕はいろんなことを怖がる人生を送ってますし、それから、ね、年代ですからね。怖いですから。だから、こう、恐る恐る。はい、はい、こんばんは。吉田拓郎です。なおさんですね。どうもどうも。といらっしゃったんですね。とかって言いながら、もみ出しながら。すいません。皆さん、なんか朝まで飲むぞとかいう雰囲気だったんですから、ね、そう思い切りしたんで。僕も昔はね、朝まで歌うぞっていうのはあったんですけども、朝まで飲むぞってのはもうちょっと今、さすがにできないんで、ちょっと遠慮させてもらおうかなと思って、もし、なんかご機嫌斜めで、なんか、やりだしたら一曲歌いましょうかとか言って、一曲歌いましょうか。で、何歌ってくれるんだよ。今日までそしたしたからもう飽きたよとか言われて、いえいえ、そんな私の得意な、こういうところに、こういう時得意な歌があるんですよとか言ってね、生きてる限りは、ちょっとキーが違うな。すいません。なおさん、ちょっとキー間違えましたって。こっちです。しっかりしろよ、お前とか言われたりして。生きてる限りは、どこまでも、
探し続ける恋ねぐら、傷つき汚れた私でも、骨まで骨まで骨まで愛して欲しいのよ。おやすみなさいってそこを去っていくっていう絵がちょっとふっと浮かんだんで歌っちゃったよ。だ骨まで愛して知らねえかな、なおは。それからね、なおちゃんだけじゃなくてね、正月ね、うちでテレビ見てたら、菅田将暉くんがね、明石家さんまさんにね、テレビでね、菅田くんがこう自分で、縫って作ったスタジアムジャンパー、スタジャンをね、明石家さんまさんにプレゼントしてたんですよ、テレビでね。で、そう、ね、確か菅田くんっていう人は、あれだよ、裁縫が得意だって、ラブラブの時も言ってたんだよ。裁縫が得意だって。信じられなかったから、あの時23歳だからな。22歳かな。だからもう、裁縫があの頃が得意だって。だから、うまいのよ、彼は。縫い物がうまい。ね。だから、須田くん、僕もふと思いましたよ。須田くん、さんまさんもいいけど、僕も欲しいよって。で、須田くん、僕はスタジャンはいらないから、僕だけのオリジナルの G ジャン作ってくんないかな、須田くんって。言いたくなったな、テレビ見ながら。なんか、時間はなくて忙しい。あなたもね、もう超お忙しい。ハードスケジュールをこなしてて、あっち NHK 出てて、こっち民放出てて、もう本当によく出てるし、テレビ見ててもいろんな映画たくさんやってるけど、ね、忙しいだろうけど、ちょっと、じいちゃんもいいの欲しいな、縫ってくんねえかなって、期待しないで待とうかなとか思ったんですけどもね。まあ、大変に、遅ればせながら、映画、糸、ね、話題になりました。糸っていう映画を、見ました。テレビ、遅いけどね。遅いけど、見ました。菅田将暉さんと、小松菜奈さん、共演のね、話題のお二人の映画です。菅田くんは、まあ、直接お会いしたことがあったりして、とてもその時から好青年だなと思って、あの頃から行ってきましたけども、奥様のね、小松菜奈さん、については、僕は非常に遅れてる人間なので、よくわからない、今の若い人たちの映画とかもあんまりちゃんと見てないんでね、情報をあまり持ってなかったんですけども、この、糸っていう映画をちょっと見てみようつって、うちでね、見てましたら、彼女が、画面に、最初に登場した瞬間、小松菜奈さんが、画面に登場、あ、この人か、この人が、須田君と結婚する小松菜奈さんか、瞬間に、おお、いいね。この人いいよ、うん。いいよなってね、かよさんにもね、どういいよねってつい口走ってましたけどもね、お前は何を考えてんだいいよっていう意味が、何がいいんだよっていう、いいなって言ってましたからね、はい。いいよね、意味がちょっと違ってたかもしれない。須田くん、彼女はね、いいよって俺が言ってどうするの、もう結婚してんだ。でも須田くん、いい。奥様いいね。はい。ちょっとこの人にも、やっぱ不思議。これは今の時代なのかな、なんとか花ちゃん。杉崎花ちゃんだっけな。とか、いろんな人がなんかね、みんな、共通になんかこうちょっと不思議が入ってるんだな、今の素敵なんだな、この雰囲気が。いいね、須田くんおめでとうございます。本当にね、とても素敵な奥さんだなと、素敵な奥さんだなと思ったかどうかは、素敵な女優さんだなと思ったんだけど、うん。いやー、須田くん本当に、良かったですね。おめでとうございます。お幸せにね、小松さんと。それから正月は、吉沢亮くんと鈴木咲花さんの映画。青くて痛くて脆いっていうね、これ脆いっていう字がまた読めなくて、なんて読むんだよこれって
なんかわかりやすくしてくれよってタイトル、青くては痛くて脆いっていう映画見たんですよ。これもね、何気なくつけてたんだけど、見てるうちに、誰これっていうとこから始まって、吉沢亮君っていうのは、うちの、かやさんがね、コマーシャルとかでご一緒させてもらった人なんで、知ってましたけど、杉咲花さんっていう人は僕はあまりよく、名前は何度も聞いてたんですけども、ちゃんと見たのはなかった。見てるうちに、ついつい見入っていって、なんだろうなぁ、こう、やっぱ青春だなぁって思い出すことがあったり、自分でも。それで、なんかこう、二人の演技を見ていて、ほろっとさせられたり、まあ、とにかく一言で言うと、みんなチャーミングだよね。素晴らしいね、この、演技なんかも、やっぱり時代なんだなぁ。非常にこの自然な存在感っていうのがあるね。好印象だなぁ、みんな。皆さんそれぞれにね、いいね、吉沢亮君のも素晴らしかったし、花さん、杉崎さんのも素晴らしいし、もちろん須田君、小松さん、奈緒さん、すごい、奈緒ちゃんのはね、身を尽くし料理長っていうのも、僕知らなかったんですけど、見たんですけどもね、素晴らしかったね。これ、オイランをやってらっしゃいましたよ、美緒ちゃんね。あ、美緒ちゃん、奈緒ちゃん、もうめちゃくちゃだち、身を尽くしの、美緒が美緒。奈緒ちゃんね、オイランの役でしたよ。見事でした。こう、なんか現代的な女性も OK だし、この人は。こういうなんか時代劇なんかで、こういうしっとりっていうか、そういうのも、非常に、の存在が印象深いな。映画はね、この、身を尽くし料理長っていうのは、なんか名作で、幼な友達の女の子同士が、こう、深い友情と絆とで結ばれてて、その一人は、料理人として、育っていく。もう一人は花魁という道に入っていくっていう、この二人がいろんな運命の中で必死で生きていくっていうストーリーが、非常にこの二人のね、主演の豊かな表現力で脱帽でしたよ。はい。まあ、奈緒ちゃんも本当に、こう、誠実なね、空気感を持った女優さんで、いいですね。さすが、皆さんがやっぱこう、どんどん素晴らしいオファーが続いてね、いろいろお仕事がどんどん増えてるっていうのをうなずけるな。この奈緒さんは NHK でしょ、多分ね、川端康成の名作の雪国、これの駒子ね、芸者の駒子をやられそうで、今撮影中だと思いますけどもね。いや、ますます皆さんも吉沢くんも杉咲さんも、どこの誰だか分かんないね。吉沢くんだ、杉咲さんだの、言ったらね。もちろん、須田くん、小松さん、奈々ちゃん。まあ、とにかく、みんなすげえな。うん、この正月はなんか、そういう一色だったな、我が家は。映画いっぱい見ちゃったっていう感じだけど、なんか惹かれるものが、まあ、おのおのそれぞれにありましたね。はい。今夜、次の曲はね、これは須田まさきくんに送ろうかな。ね。奥様と今頃こんな気分でたって何を言ってんだろうね。勝手にイメージしてますが、ピロー。俺は夏はもちろんなんだけども、うん、冬でも、うん、水よく飲むし、それから水はやっぱ氷みたいチンチンに冷えててこうキーンって冷たい。それおかしいよ。おかしくても冬にそんなのだ。冬でも冷たい氷水とかが大好きで、うん、もう冷たい水が飲みたいんだけど、だあんたはどうなの？私は、うん、夏でも冬でも、うん、常温。常温。女優は常温なの。はい。11時を回りました。吉田拓郎です。今夜のオールナイトニッポンゴールドは吉田拓郎がお送りしています。この時間から IBC 岩手放送でもお聞きいただきます。さて、吉田拓郎が渾身のソウルを傾けて作成中と自分で、言い切っていますが、アルバムの中から、長い間僕を応援してくれた、応援してくれていた人たち、まあ俗に言うファンということでしょうか。もちろん最近にやってから聞いてくれてる人たちも含めて皆さん OK ですけど、皆さんへのメッセージというふうに受け取ってもらってもいいんじゃないかと思われる曲が、
完成しました。コントラストというタイトルをつけました。何がコントラストなのかはお聞きになって、おのおのの方がおのおので判断してください。共有なんかしなくて結構です。お一人お一人がどういうことなんだろうなというふうに、受け止めてください。まあ、僕という吉田拓郎という変わり者、僕は変わり者だったんでしょうね。普通の感覚ではなく、普通っていうのがよくわからないですけども、まあ僕は変わり者に入るんでしょうけども、まあ僕という生き方は、これはやっぱりこの長い音楽人生の中で、まあ時としてこの吉田拓郎ファンだとおっしゃっている方々にとっては、誤解とか、不信感とか、そういうようなものを抱かせる時があったような気もします。あったんじゃないでしょうか。いろんなことが僕の音楽人生の中で起こりました。いろんなことに出くわしました。いろいろとその時々にそれなりの、その僕なりの事情は存在していたんですが、まあそれらすべて、避けては通れない、避けられない瞬間だったんだと僕は、思っています。僕のまあ運命的なものだったという感じでしょうね。運命だったということかもしれません。まあ僕は子供の頃から非常に体が弱くて病弱で、学校へも半分ぐらいしか半分も行けない、うちにいることが多い、母親が、そういうなんか僕の退屈しのぎになるんじゃないかと思って、買ってくれる雑誌とか漫画とか小説とかそういうものを読みふける、そういう日常をちっちゃい頃からずっと家にいて送ってましたので、あとまあラジオから流れてくる当時の歌番組とか、まあ、スポーツの番組とか、そういうのを聞くのが楽しみだった。いずれにしても家にいるわけですね。家の中で、なんつうんだろうな、一人で、こう日常をしているっていう子供時代ですから、まあ学校の友達、学友っていうか、そういう友達もあんまりできませんし、結局いろいろとこう読み漁ってる漫画とか小説とかのそういう世界に入り込んで行くことが多いわけですね。まあ妄想とか、架空の世界に入り込んで、自分をそこに置いて存在させるっていう時間が多くなって、そういう中でまあ一人ですね、孤軍奮闘しながら子供たちをまあ学校へやり、日々の生計をこう立てながら、僕らを支えてくれた母親が、まあ彼女の存在っていうか、彼女の言ってることっていうのが、まあ僕にも大きな、意味合いを持つようになってきまして、で、まあ、僕の母は、僕にその厳しいしつけとか、そういうようなことはほとんどなくて、何でも、まあ体弱いですし、何でも好きなようにさせてくれてはいたんですが、時々、まあ病気でこう寝ている、寝込んでいる、僕の枕元に、来て、まあ、時々話をするんですけども、うちの母親の、まあ、なんて言うんでしょう、信念というか、テーマというかね、一つの、があるとすると、それは、常に、自分に正直でいようということだったと僕は思うんです。で、例えば、枕元で、僕に話しかける、時にね、もしね、タクちゃん、僕はタクちゃんって、母親から言われてました。もしね、タクちゃん、あんたが、みんなとは違う考え、ね、みんなとは違うな、自分は、っていうふうに思うことがあったとしてもね、みんなからね、タクロー、お前それおかしいよって言われても、ね、その時、あんたは、でも自分は、こういうふうにしかできないんだよ。ね、みんなのようにはできないよって、そういうふうに思うときが必ずあんたに来るからね。そういうときは、できないことはできないんだから。ね。だから、自分の心に嘘をつかないで、そういうね、気持ちを大事にしなさい。自分に嘘をつくなと。できないことはできない。
できないこともできるって言って仲良く人とする必要はあんたはない、あんたはできないことはできないんだよって、あの自分に言い聞かせなさい。そしてできないんだから、仲良くできないんだったら、それはもうあんたがそうやって自分はそういう人間なんて思うしかない、自分にとにかくでも正直に言いなさいっていうことをあのよく言ってたんです。僕はその頃はね、あの、まあ、意味はよくわかりませんけどもね、あの、母親が言ってることの。まあ、これは、後に僕にとって大きなこう支えになるわけですけども、まあ、僕が常に自分に正直であろうと、そういうふうに考えるようになった。それは、間違いなく母親が僕をですね、ある種洗脳してたと思います。もうこれは洗脳という言葉がちょっと当てはまらないんですが、他にあれがない。多分に僕は母親からそういう影響を受けて、それを信じるっていうふうになっていたと思うんですね。だけど、僕は結局、自分に嘘をつかないという、自分の心には嘘をつかないという生き方を結局僕はすることになりました。結果的にね。で、僕を、まあ、育ててくれた母親との、二人での母と僕の間で心を通じ合った約束ということなんじゃないでしょうか。僕は母親との約束を守ったということになるんだと思うんです。まあ、ちなみに母親母親と言って父親どうなんだっていうことですが、僕の父親が最近どなたでしたかわかりませんが、その、僕存じ上げない方の努力によって一冊の本が出ているそうで、そのことになんか、メールなんかも来てましたけども、正直申し上げておきますが、僕も、から僕の姉も80を過ぎておりますが、それから今はもう死んでしまった亡き兄貴も、そしてもちろん、母親も、私たち吉田の家族は、正直言ってあまり父親を愛しておりません。はい。これは今も変わりません。父が、何を書き残したか、頑張って何を書物を作ったか、それは、私たち家族にはあまり関係ないんです。そういうことは。彼は、父は、家族、僕たちを見放して、僕たちがどういう苦労をしているか、僕たちがどんな苦労を、に合ってるかなんかお構いなしで自分だけの世界で勝手に人生を全うした人です。だから他人から見れば立派な方ということになるんでしょうが、我々家族としては、少なくとも母の苦労とか彼女が一人で広島で、3人の子供を育てたその苦労とかを僕はこの目でちっちゃい頃から見続けていましたので、その僕は決して父を許しません。僕が作った父の歌というのが 2曲ぐらいありますから、その歌から何を感じ取っていただいてもそれは皆さん自由です。構いませんが、それらの言葉にはすべて実は裏の意味合いというのが含まれております。僕は あの父をまだ許しておりません。そして、彼は、僕たちを全然愛していなかったんじゃないかと思う時もあります。僕たちが今あるのは、兄貴亡くなりましたが、兄貴も、立教大学まで行きました。そして、姉貴は、素敵な旦那様に出会い、素敵な人生を送っております。旦那様は亡くなりましたが、人生は素敵だったと思います。僕もいろいろ紆余曲折ありながらも今まで音楽を頑張ってくれました。全部母親が弾いてくれた、敷いてくれた、レールだったと思います。母親に対しての愛というのは、それは非常に深いものがありますが、残念ながら父親に対しては僕はまだ許しさえも感じません。ですから、まあ母親とのその約束っていうか、心の約束っていうのは、それを守っていくのが僕の、まあ、当然の彼女への、母への恩返しということになるわけですからね。
で、何回か人生の壁にぶつかって、まあ、やむを得ない決断をしたことが、ありました、僕も。僕の心の中には、自分は間違っていないという強い気持ちがありましたので、例えば社会から何かを言われたり、することもありましたし、そういうことがあっても、それはそれで僕は、まあ、その時は受け止めようと、黙って、あまりそのことに反応しない、黙って受け止めようっていう覚悟でした。それは、さっき言いました、みんなとは違うかもしれないけど、自分を信じるということで、いいと思いましたから。だから僕は、まあ、黙り込もうと。人間が、黙って生きるっていうのは非常に難しいことだと思います。僕何度も体験しましたが、黙っていられません。人間は黙って生きるように人間というのは作られていないと何回も思いました。でも黙らなきゃ、黙ってなきゃっていうふうに言い聞かしたのは、自分が間違っていなきゃいいと、自分が自分に対して正直ならいいっていう結論があったからなんです。だから話さなくていいじゃないということになったわけです。僕は流星という歌の中で、正直だった悲しさがっていう歌詞を書きましたけども、その正直だった悲しさっていうのは一体何だろうっていうのをつくづく考えるんだけど、これが結局自分らしさっていうことにつながるっていうふうに思うわけですね。いつか必ずね、人間として、生を受けて、この世で生きてるんだから、いつか必ず、自分にとっての、その普通の穏やかな日常っていうのが来るんだと。それを信じて、やっぱり自分らしく正直に生きようということに、してきたんだと思います。そしてそういう時にやっぱり僕のそばには音楽というのがあって、音楽が拓郎そばにいるからなと、そういうふうにいつも支えかけてくれたということですから、音楽に対しての感謝も本当に強いものがあります。さて、これからお聞かせする曲、コントラストというタイトルをつけました。ミュージシャンとして、50歳の頃からの僕の本当にサポートをよくしてくれるキーボーディストの武部聡とギタリストの鳥山裕二が、この曲のデモテープを聞いて、その時にすぐメッセージで、熱いものを感じたと。あんまり武部も鳥山もそういうことを言う人間ではありませんが、すぐにメッセージをくれて熱い気持ちになりましたと。そして、この曲の演奏をしてくれました。魂の入った演奏だと僕は思います。多分僕の歌を聴きながら、楽器を入れることになるので、歌のバックを演奏しているうちに多分二人の中に、心の中に何かが生まれたんじゃないかなと僕は想像しています。そして、特にこの歌最後に聞けばわかるんですが、エンディングが、武部のピアノと鳥山のギターが、その熱い気持ちというか、実に真摯な、それでいて情熱的な、彼らのソウル、魂が入ったプレイをしています。決まりきったことを弾くんじゃない、事前に武部と鳥山に言いました。この歌を拓郎さん、もっと歌え、もっと歌え、もっとやれ、もっと頑張れって言いながら、ギターとピアノを弾いてくれ。俺の歌を聴かせようとか思うな。俺の歌と一緒にバトルするんだと思って、負けるもんかっていう気分で、ピアノとギターを弾いてくれっていうふうにリクエストしたんですが、非常に情熱的な、それでいて真摯な、素敵な、ソウルフルなピアノとギターを聴かせてくれます。ボーカルはリモートで撮ったもんですから、まだ仮のもんです。ですからこれは、本ちゃんではボーカルはすっかり入れ替わると思います。まあ入れ替わるんですが、このリモートのボーカルもそれはそれで捨てがたい、こんなのなかなかできないんで、
これはこれでちょっと逆に今日聞いた人たちはこっちの方がドキッとするかもしれません。急遽この曲のコントラストという曲のミュージックビデオの作成もスタッフと相談して決まりました。先ほどから名前が何度も出ているなおちゃんが主人公を演じてくれることになりとても嬉しいです。はい。もしかしたらこのシナリオは僕が書くかもしれません。まあこれも楽しみです。1946年の4月、昭和21年ですから、戦後のまあどさくさです。そういう時に鹿児島でこの世に生を受けた僕が、音楽という道筋を見たその瞬間から僕にとっても想像もしなかった人生が待ち受けておりまして、一人の人間の真実、一人の人間の真実の景色、この景色を皆さんも一緒に今夜は見ませんかと思います。そしてこの歌はこの曲を聴いている一人一人の皆さんにエールを送るつもりでも書きました。そんなに力になるような力強い歌ではありません。でも私たち人間は所詮は一人ぼっち、やっぱり一人ぼっちなのかもしれない。でもその一人だからこそ僕たち私たちは誰かとの愛、誰かとの言葉、誰かとの気持ち、そういうものを求めながら生きていく。今も生きている。例えば僕が間違っていても正直だった。そういう歌詞を書きましたが、僕はそのことを誇りにして、今後はやっぱり、半歩でもいいから歩いていこうかなと思っています。では、吉田拓郎、コントラストです。いよいよ僕の音楽人生の、まあ、総決算といいますかね、ラストアルバムの全貌っていうのが僕なりにもはっきり見えてきましたので、まあ、大体7曲は完成しておりますので、今夜はこのアルバム全体についてちょっと話もしてみたいと思います。これからお話しすることは本邦初公開ということになります。僕の率直な気持ちもう隠すことなんかありませんし、そういう心境でアルバムの曲を作っていますのでレコーディングもしてますから、僕のパートナーのかやさんの、お母様、実はこの方はもう、早くからシングルマザーとしてかや、を育てられました。深い事情とかそういうことはここでは話しませんけれども、かよがちっちゃい頃から、まあ、お母さんが頑張って彼女を育て上げたということになるわけです。で、同じように拓郎はと言いますと、さっき言いましたが、両親は最後まで夫婦という形式だけは守っておりましたけれども、やっぱり僕が小学校3年の頃から、一緒に暮らしておりませんので、まあ、母と僕と姉と祖母を連れて、母は、広島という見ず知らずの土地へ引っ越していくことになるんです。なんで広島に行くのかというと、母が就職することになり、まあそれは生きていけなきゃなりませんから、国家試験というのを受けて合格したらしいんですね。で、広島にだったら働き口があると、当時女性が働くということはとても狭き門だったわけですね。で、まあ広島にだったら、働き口あるぞということで、広島にありました、今でもあるんですか、盲学校の栄養士として、おふくろは就職することになったわけで、それで広島に行くことになります。兄貴はすでにもう東京で立教大学に通ってましたが、姉貴と僕とから祖母が一緒に、おふくろと一緒に行動することになりました。父と母とは完全なる別居状態というふうになるわけですが、しかも鹿児島と広島で非常に離れたところですから、まあ、ほとんど別々の人生ということになるんですが、まあ、詳しいことは、
アルバムについてるエッセイとかに、詳細が載っているわけですが、かよのお母さんも僕のお母さんも、すでにもうあちらへ旅立たれて、あちらで、楽しくやられていると、思います。時々僕らはあの夫婦で、お互いのこうお母さんのエピソードっていうのを思い出しながらね、あの、なぜかこう僕らはね、二人ともね、笑っちゃうんですよ。結構笑顔になるんですね。で、あの、かよのお母さんも、僕のお母さんも、まあ、それはその僕たちには想像できない、理解できないぐらいの大変な苦労があったはずです。ましてや時代が時代なんで、非常に、あの、女で一つで苦労したと思います。それは僕らが想像をはるかに超えてると思うんですが、僕のおふくろも、かよのお母さんも、あの、僕たちに、そういうなんか自分たちの厳しい体験や経験や、人知れずきっと泣いた夜や泣いたことがいっぱいあったんだと僕は思うんですけども、そういう苦労話とか、ことさらのように、あの、僕たちに、子供たちに、あんまり話してる姿っていうのは、お互いになかったようです。二人の母親は人間としてあの苦しい苦しい人生を体験したにもかかわらず、僕たちにその苦痛っていうかな、そういうことをできる限り伝えないという、そういう生き方を選ばれたんじゃないかなっていうふうに思います。数年前でしたが、かよが、かよはほとんどレギュラーのように出演させてもらってきた脚本家の工藤官九郎さんの作品の連ドラで、主人公である錦戸亮君のお母さん役っていうのをやりました。工藤官さんのもう各ドラマですから、まあこれは一筋縄ではいかない、あの出演者たちの独特の世界観っていうのが描かれるわけですが、その中で、かよが演じたお母さん役っていうのは、それはもうあの、まあいつも例えば、あの、池袋ウエストゲートパークでも、永瀬くんのお母さんをやったり、もうそれも全部、可愛い、あの、キュートな、憎めないキャラクターのお母さんを演じるんですけどもね。まあ、工藤官さんの脚本は、まあそういうところが特徴なんですが、このドラマの中で、その、母親が、お母さんが、突然の、死を迎えることになるんです、ドラマの中でね。で、その最後の時を迎えた時、病室で、ご主人役の風間守夫さんに、その奥さんが、お母さんが酸素吸入器をこう口にはめたまんま、小さい声で息を引き取る前に囁くんです。一言、ああ、なんとかだった、こう言えない、ここまでです。この時、このお母さんが、あの、このご主人の風間守夫さんに言い残した、支えられた一言。ここが僕はもう、なんだろう。僕は、あの、冷たい水が頭からガーってかけられたような、それは違うかな、表現が。とにかく、あの、なんて言うんだろう、背筋にジーンって電波が走った。何か稲妻が走ったような、そういう瞬間があって、この一言、お母さんが天国へ行くときに一言、この一言、これは僕のラストアルバムだと思いました。なんていう素敵な、なんてシンプルな、なんて正直な、あの、セリフを書くんだろう、この工藤官九郎って人は、って感動しました。これはもう絶対にアルバムのタイトルなんだ。そこへ繋がっていくんだと思いました。それで、僕は、かよさんに、ねえ、あの時のあんたのあの一言、あれ、俺のラストアルバムの、もうタイトルにしたいような気がするんだけどな、とか言う。で、考えてごらんよ。あの、僕の50年以上に及んだ音楽人生も、それから、君の途中で現場を離れた時期も10年ぐらいあったけど、君がやってきた、例えば40からまた再び女優人生を始めるんだけど、君のその波乱万丈の女優人生もお互いにやっぱりいろいろあったじゃないかってね。で、いろいろあったなって。
で、人に言えないような辛いことやきついこともお互いにきっとあったと思うんだよ。でも、ね、今となってみると、ここまでやってきてみて、やっぱりあの時の君が演じたお母さんのあの一言、あの気持ちがなんか、俺たちよくわかるよなってね、その通りだと思わない?っていうふうに、そして実際の君のお母さんも僕のお母さんも、やっぱりいろいろと本当に言葉に出せない辛いことや苦しいことを乗り越えて僕たちをここまで育ててくれたんだけど、そういう、そのきつかったんだよ、辛かったんだよ、ああ、もう大変な人生だったよっていう、ことを言い残して天国へ行ってない。二人の母親、この僕たちのお母さんは、実際のお袋たちは、佳代が演じたあのお母さん、そして、その人たちが感じたであろう空気感、それらを、なんか、僕も今やっと感じられるようになったし、佳代も感じられるようになって、あのお母さんが言った一言っていうのが、なんか、俺たちの本当の親たちの本音だったんじゃないかなっていうのが、僕たち今納得して話し合ってることなんですけどもね、きつかった、苦しかった、大変だったっていうことが、まあ、当たり前とすれば全くそうじゃないことを、このドラマでは、工藤官九郎さんが、佳代に言わせるんですけどもね、素晴らしい一言なんだ、本当に。で、この話をね、撮影チームの、タムジンファミリーに話しました。そして、アルバムデザインや衣装のスタイリストをやってくる篠原智恵にも話しました。そして今回のアルバムで LP 版のジャケットにイメージガールとして登場してくることになった女優の奈緒さんにもこの話は伝えました。皆さんが全員一致で、拓郎さん素敵なアルバムタイトルになるんじゃないですかって言ってくれたんですよ。僕はもうすごい自信を深めました。この時にジャケット写真の撮影はやっぱり僕にとって最も思い出の場所、妻恋へ行って撮影しようと決めました。春の気配が見えてきたら、全員で妻恋へ行って撮影会をやろうと思います。で、朝までやるぞの多目的広場も、エキビジョンホールも今でも残ってるそうですから、それから僕がいつも宿泊してた妻子の、場所から、いつも電動のカートに乗って自分で運転しながら練習するエキジビジョンホールのそばにある練習ルームがあるんですが、そこへ向かった忘れることのできない景色、あのトンネルがあってそこへ行く並木道、まあそういう景色がいっぱい浮かんでるんです。そこの思い出深い場所で奈緒さんに自然に空気を感じ取ってもらいながら撮影をしたいと思いました。彼女の役は、奈緒さんの役は、佳代と僕のお母さん、佳代のお母さんと僕のお母さんが、もし現代に、今の時代に若者としてこの場所にいたら、もちろん時代は2020年の春、今年の春なんだけど、若々しい希望に満ちた一人の女性として自分の未来を描きながら、素敵な自然の中で弾むような気分で道を歩いていってほしい、そういう景色と一体化した主人公っていうのを奈緒さんにやってもらおうと思ってます。篠原智恵のデザインの素敵な衣装を着て、奈緒さんが自然の空気をいっぱいに吸い込みながら妻越の景色の中に溶け込んでいく、そういうイメージを僕は描いて、そういう写真を撮りたいと思ってます。一曲曲を聴きましょう。仲の良かった作詞家の安井和美、彼女が病魔と戦っている頃だったと思うんですけども、旦那さんの加藤和彦とデュエットで純情という曲をレコーディングしたんですが、作詞は阿久悠さんで曲は加藤和彦を書いて、僕らデュエットしました。テレビのドラマの主題歌だったんですけど、この CD のカップリング曲をなんと珍しく吉田拓郎を僕が作詞だけして、その詞に加藤和彦が曲つけて彼が歌うという、まあ僕の音楽人生でもあんまりない、作詞だけの参加っていうのはかなり珍しいんだけど、本来は加藤が歌うんだからパートナーであるズズね、安井和美が作詞するのが本筋だったと思うけど、
当時ちょっと体調を崩してたこともあったりして、彼女からも拓郎を書いてあげてよって言われたりして、僕が加藤和彦のために詩を書くっていうことになったわけですけども、これをちょっと久しぶりに聞いてみたら、いいじゃないって自分で、本当に、いい詩書くなーって思いました、自分が。感激しました。もう自画自賛で、誰も言わないけど、俺は自分で自分を褒める。うん。これ久しぶりに聞きたいなと思って、ね、5月っていう月がね、僕のアルバムが完成直前になっている時期なんで、楽しみなんですよ。ね。今年は春から初夏向けて、すべてが完結する感じがあって、そこへ向かって突っ走る。ああ、この、感染状況が非常に不安だけど、頑張ろう。ね。加藤和彦が歌います。5月の風。長崎県長崎市の八幡。いつも iPad で、音楽を聴いていられるそうです。iPad じゃない ?iPod だよ、俺の。iPad は俺は使わない。iPod で、どんなヘッドホンを使っておられますか、先月、息子がちょっと高いヘッドホンを誕生日にプレゼントをしてくれました。音の良さにびっくりしました。それまで数千円のものしか使ってなかったので、アルバムも聞き直しております。こんな音だったのか、ここにはこんな楽器も入っていたのかと楽しいです。拓郎さんのヘッドホンやイヤホンのこだわりがあったら聞きたいです。東京都板橋区の木の棒。私はコロナ禍になってからラジオに親しむようになったために、拓郎さんが長年のラジオのパーソナリティを務められていることを存じ上げずに、大変失礼しました。失礼だよ。失礼しました。失礼だよ。新参者ではありますが、今後の放送も楽しみにしております。実は来年、再び入院することになりまして、あ、これ去年のやるな。今回も拓郎さんの曲とともに乗り越えようと思っています。そこで拓郎さんの愛用されている、またおすすめのイヤホンを教えてくれ、いただけませんでしょうか。教えます。音っていうのはね、まずね、大事なのはね、これは好き嫌いがあるからね、だから、あの人がいいって言ってても、この人がその音をいいという思うかどうかっていうのは個人差なんで、だから、それはあんまり気にしない。サウンド評論家とかね、そういう人たちがネットなんかでいろんなことを言ってるのは気にしない。重低音が響くとか、重低音がしっかり、高音の伸びがいいとか、はい、信用しない。それから、まあ、もっと言うと、僕の音楽仲間の武部聡なんかはステージでイヤモニを使ってますが、イヤホンモニターですが、これはもう全部お手頃の、国産のものです。自分が一番好きな音を出すものを選ぶべきです。僕もステージでは、イヤモニっていうのは一面しないです。僕が使ってるイヤモニも、僕はこの音が好きなんで。そして家で使ってるものは、これはやっぱり僕は音をチェックしなきゃいけないんで、例えば鳥山スタジオから音が送られてきた時に、これはベースが出すぎだとか、ベースの音がもう少し硬くしたいとか、その正確な音が知りたいんで、ソニーの MDR っていう形のやつですね。これはMDR っていう型番のやつはもう、昔からもう日本の音楽、低音がグーンと鳴ってなきゃいけない。それはこの MDR では聞けないですよ。でもそれは好き嫌いだからしょうがない。僕は原音に最も近い音がする、値段じゃなくて、このソニーの MDR が、僕は仕事用にはとてもいいと思ってます。それから、イヤホンはね、僕が使ってるのはゼンハイザーの MX っていう形なんです。これはもうね、製造中止なんですよ。だけど、まだちょっと売ってるところはある。知ってるんだ。ゼンハイザーの MX 型っていうのはね、とってもバランスがいいです。で、イヤホンもね、今は僕が使ってるのはインナーイヤー型。インナーイヤー型っていうのは、ちょっと音が、外の音が、生活音なんか聞こえてくる。で、今は、聞こえてこないのがみんな好きなもんだから、カナル型って言って耳の中にギュッとこう差し込むやつがメインで、このインナーイヤー型っていうの作ってないんですよ、あちこちのメーカーがね。でもこのカナル型にしたりとか、あるいはノイズキャンセラーがついてるやつなんかは、僕は嫌いな。僕はその自然の外のなんかノイズなんかも聞こえながら音楽を聴くのが好きなんで、ギューンってこうなんつうの、音楽だけ何も聞こえない、そんな世界は僕はあんま好きじゃない。だから僕はイヤホンはゼンハイザーの MX ってやつで、ヘッドホンはソニーの MDR ってやつです。まあネットなんかには売ってますから、そんなすげえ高いもんじゃ、ゼンハイザーなんか全然、1万円全然しません。だけど僕は大好きな音です。
うちの佳代さんはコロナ禍にあってね、まあ1年半2年ぐらいになるでしょうね、外食とかをしようっていうふうに言わないです。なんか例えばね、彼女は洋服とかはね、あのプラダっていうブランドが好きで、僕も好きですけども、時々2人でね、あの年に 2,3 回はショッピングにプラダに行くんですけども、それがまあ普通だったんだけど、そこも行かないし、まあせいぜい、ヘアサロンとネイルサロンとなど、銀行へ月1回振り込みに行くそれぐらいかな。ね、ある時ね、あの長屋で、佳代さんのドラマで一緒だった、よく使っていただいた仲の良い女性プロデューサーの、愛さんからメールが来まして、とても仲良く彼女たちご夫婦としてるんですけども、彼女からのメールで、奥様はいつになったら天の岩戸からお出ましになるんですか、私たち夫婦はいつでも PCR 検査でも何でもやってご一緒する覚悟でおりますから、楽しい夕食会をやりたくなったらいつでもすぐご連絡ください、レストランをすぐに押さえます、天照愛子さんが早くお出ましになられますようにお待ちしておりますそれよね、そういうメールが来たんですよ。はい、俺も大ヒットなんだこれ。佳代さんいつの間にか天の岩戸に引きこもる天照愛子